はい、皆さんこんにちは、ハイジェス。本日はですね、先日から、募集をさせていただいておりますこのエリーターズクラブなんですけども、本日はですね、このエリーターズクラブの異なった利用の仕方、こちらについて、ご紹介をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味の方は、ね、最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それでは先生、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。このエディターズクラブというのはですね、来月ですね、ちょうど4年に入るということはですね、先日もお話をさせていただいたんですけども、常にですね、クライアントさんの要望に応じて進化の方をですね、続けていっております。と言いますのも、エディターズクラブというのはもともとはですね、海外のイノベーティブな商品の独占販売権の交渉をしてですね、それを日本のクラウドファンディングプラットフォーム、例えば幕開けとかグリーンファンディング、キャンプファイア、そういったプラットフォームに出していくという商談を行うサービスとして立ち上げてたんですけども、最近ではですね、なんとですね、 Amazon とかの販売、そういったところでの商談というのもですね、実はもう入っているわけなんですね。どういうことかと言いますと、クラファンをやらずに海外のこの Amazon.com とか Amazon UK とか、フランスとかイタリアとかドイツとか、そういったところの Amazon のセラーさんと商談をしてですね、ぜひ御社の商品を Amazon.co.jp 日本で売らせてくださいと、ぜひね、高いレビューも引き継がせていただいて AmazonJP で売らせてください。まあ、そういった形で我々は今商談をして、どん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 売っていってるんです。これもね、非常にビジネスとして熱いっていうのはですね、欧州とか欧米のセラーさんからするとですね、日本っていうのはやっぱりこう遠く離れた国で、よくわからない国でも、日本っていうのはお金持ちで大きいマーケットなんだよねっていうのは認識あるんですけども、欧米の方からするとですね、まず US カナダのマーケットの後はやはり EU が先だとかですね、イギリスとかドイツとかのセラーさんになると、まず EU をやった後は次はノースアメリカの US とカナダということで、やはりですね、欧米とか欧州のこの英語圏とかのセラーさんっていうのは、基本的にはですね、主要マーケットはまず欧米、それから欧州、その2つになっていくわけなんですね。でその後でまたこうオーストラリアとか日本とかって出てくるんですけども、まあ、日本っていうのはね、どっちにしてもこの消費者がですね、日本語しか喋れないということもありますため、どうしてもね、欧米とか欧州のセラーさんにとってはちょっと後回しにせざるを得ないマーケットなわけです。でも市場が大きくて魅力的なのは頭では分かってるけども、なかなか参入できない、そういったね、市場だと思うんですね。そこにじゃあ我々の方で御社の商品を御社から仕入れて日本で売らせてください、我々がフォーカスするのは御社の商品を日本で売るだけですので、思いがプラットフォームを売りませんよと、本社にとっても単純に売り上げが上がるだけになりませんかと、そういった感じで交渉していくとですね、海外のメーカーさんは、あ、そうだよね、ぜひ頼むよというふうになっていきやすいんですよ。そういった交渉を、まあ、私はですね、もう最近結構やってきておりまして、実際のね、会員様の Amazon での販売というのをですね、お見せさせていただこうと思います。今ね、画面見せているのは先日も見せたかもしれないんですけど、このヘンソンシェービングですね、これカナダのメーカーさんなんですけども、 Amazon での販売を今やらせてもらってるんですけども、このようにですね、安定して毎月600万、中には1000万とか、そういった形で売り上げがずっと立っていっております。この会員さんにとってもですね、まあ、非常に安定的な販売で売り上げ、それから利益っていうのがですね、保っているためですね、この会員さんもですね、新たな次なる、まあ、ビジネスっていうのがより展開しやすくなったということで、非常にね、喜んでおられます。こちらの商品もですね、このスケッチャーっていう商品なんですけども、安定して Amazon の方で売れていってます。まあ、こちらもですね、定期的に売れていっているため、収益として当てにしやすいというね、メリットがあります。こちらの商品もですね、安定的にですね、毎月100万以上ね、売れているという状況で、こちらもですね、副業でやられている方なんですけども、毎月30万以上のですね、利益がチャリンチャリン入ってくるというところで、非常に安定してますっていう形で言っておられます。この他ですね、ドイツのメーカーさんなんですけども、こういった形でまた、売り上げが安定して出始めていると、これまた台湾のメーカーさんですけども、このように安定的に売り上げが出ていっているというのはですね、これ全てエリーターズクラブの会員さんが今実際に商談をしてやっていっているわけです。これってね、非常に、ね、面白いビジネスですし、来店ビジネスとしてですね、息の長いビジネスをしていくことができます。もちろん Amazon に FBA で販売していくため在庫を抱える必要があるんですけども、もし私は経営者である程度資金があって、より優位性の高いビジネスを作っていきたい、そういった経営者さんがいらっしゃいましたら、無料相談の方でですね、ぜひご相談いただければなというふうに思います。海外にはですね、本当にいろんな魅力的な Amazon のセラーさんがいらっしゃって、レビューも
もね、中にはね、5000、1万というふうにですね、かなり多く積み上げていらっしゃるセラーさんがいらっしゃいます。そういったメーカーさんと、ぜひ日本の Amazon Japan で売らせてくれというね、商談をして、このようにですね、販売していくことによってですね、レビューを引き継いで Amazon CO.jp で販売できて、このようにですね、安定的に 1SKU で売り上げを伸ばしていくことができる。まあ、そういったね、ビジネスっていうのもですね、このエリターズクラブではですね、今挑戦し始めていっておりますので、なのでですね、このクラウドファンディングの商談、こちらもね、かなりもう今までやってきてるんですけども、それに加えてですね、Amazon CO.jp でのこの商談っていうのもですね、ぜひ私の方にですね、お任せいただければな、というふうに思います。かなり多くのね、商談、場数をこなしておりますので、経営者の皆様のですね、お力になれるのではないのかな、というふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。無料面談の方、残り数日ですので、概要欄の方からですね、お申し込みいただければな、というふうに思います。もし本日の内容が良かったと思っていれば、ぜひ、いいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また、日々稼ぐノウハウについて、メルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching, and I see you guys tomorrow. Bye.